次のバス停に着くと、乗車待ちの行列に車椅子の方が見えた。皆さん、すみませんが、お時間いただきます。という車内放送が流れた。運転士や車椅子の乗り込めるスロープを出す間、乗客たちは座席を畳んでスペースを作った。車椅子のおばあさんもずっと、すいません、ありがとうございました、と言っていた。なんだか、心が温かくなった。バスを降りる際、ご協力どうもありがとうございました。良い一日になりますように、と運転士に言われた。私は不覚にも目頭が熱くなった。運転士の言葉に感動したのか、皆の優しさに心打たれたのか、それとも祖母を思い出したのだろうか。今度の作文が大好きな祖母のために書かせていただきました。日本ではこの度2020年東京オリンピックが開かれますね。祖母は昔体育の教師でしたが、オリンピックを見に行きたいということをよく私に話していたのですけれども、あいにく事故に遭ってしまい、車椅子生活になってしまいました。京都に留学した際、車椅子の人も歓迎されているんだと感じ、日本社会の平等や愛を感じました。事故で元気がなくなった祖母がもう一度笑顔になれるよう、心を込めて自分の気持ちを伝えました。また外国人としての立場から見た、このような日本の魅力もみんなに伝えたいです。